沢田久雄は、日本の外交官。沢田連さん、三木夫妻の次男として生まれた。京都帝国大学在学中に海軍に招集され、予備将尉となる。特別攻撃隊に入るが出動する2週間前に、終戦となり復員。1947年1月に、国公立大学では初めてとなる、京都大学アメリカンフットボール部を誕生させ、初代首相を務めた。 ポジションはセンター。京都大学法学部卒業後外務省に入る。元在日オーストリア通商代表ブリジ。91年オーストリア経済への貢献が認められ、オーストリアから大英三つを受ける。元三菱マテリアル顧問。父、角さんは国連大使も務めた外交官。母、ミキはエリザベス・サンダースホームの解説者。兄、新一は、 エリザベス・サンダース・ホームの第四代理事長を務めた。母方の祖父は、三菱財閥の三代目、総帥、岩崎久也。母方の総祖,祖父は、三菱の創業者、岩崎弥太郎。最初の妻、木村文子との間に、秋子が生まれる。秋子は、フリーアナウンサーとして活動していた。その後の妻は、歌手の安田翔子で、翔子の妹、ゆきさと共に、 姉妹で同様コンサート活動を行っている。1988年朝日放送、テレビ朝日、兄弟アメリカンフットボール部誕生日は君に涙は似合わないナレーション、林隆三でドラマ化。ありがとうございます。